はい、こちら松江錦鯉センターさんの紅白4歳目、サイズが76センチです。はい、お願いします。はい、紅白の名門島根の松江錦鯉センターさんの紅白です。大変大きくなるということで非常に人気もあり実績もございます。まずはこの鯉、4歳で76センチあります。大きいですね。この冬の間にも1センチ、2センチ伸びてくると、77、8センチになってくるんじゃないでしょうか。来年は確実に80センチを超えてきそうな、まだまだ余裕のある体、そして雰囲気を持っている、そんな紅白です。こちらの鯉、2歳、3歳と、野池で育っております。池上げして消毒が終わったばかりの紅白です。やはり、まあ、あの潜水街と違ってですね、多少荒々しいところがあります。もちろん野池ですのでね、ありますが、しっかりボリュームがつき、筋肉質な、そんな紅白です。腰回りまでしっかりボリュームがつき、体型のいい、まだまだ余裕のある紅白ですね。はい、模様もよくしっかりとしたパターンです。はい、サイドいきます。2番ピやシミなどもなく綺麗に上がっております。はい、横です。はい、傷などもなく綺麗に上がってますね。まだ余裕のある体型した、ね、そうですね。あのお腹もあの緩みはないです。よし、はい、お腹です。綺麗ですね。やはりあの潜水で飼った鯉と野池側から上がった鯉は、この持った時に暴れる確率がですね、なんか違いますよね。はい、今この大きい1メーターのタライで撮影しておりますが、しっかり幅もつき、あの体の良さが分かるんじゃないでしょうか。大型の鯉をお探しの方にはですね、ぴったりですね。優に上手に飼っていただければ80センチ超えてきますからね。まだ上にも若い感じがするので、そうですね、はい、はい、これからの鯉ですね。やっぱりあの色が上がるにつれてですね、こういう際の、この難しいところもだんだん詰まってきますのでね、今はまだこれぐらいでいいのかなと思います。模様も非常にバランスの取れた、こう4段模様、3段4段みたいな感じでね、はい、いいですね。はい、どうでしょうか。最後入れたいと思います。はい、こちらはさすがに70を超えてますので、宅急便では送ることができません。お引き取りもしくはボックスチャーター赤帽などでお受け取りになられる方、ぜひご検討ください。大型をになる鯉をお探しの方にはぴったりな本当に鯉ですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。